はい、じゃあ続いてまだあります、ね、高級ラインね。次はあ、なんかこれは単純に黒と紺なんですけど、はいはい、紺もパッと見無地なんですけど、なんでしょうね、面白い柄なんですよこれ。あ、出た、あれやね、溝とかにはまってる。あー、わかるわかる、溝とかに銀色のあれですよね、あの鉄板柄みたいな、であの滑らないようにこう、あ、ちょっとこう凹凸が、なるほどね、凹凸があって凹凸滑らないかもしれない、じゃああの鉄板そういう、そういう柄です。機能性を追求した、まあ、ある意味すごい、あんなところからインスピレーションでこんな柄ができるんから分からんもんやな。いやいや、それもそっからか分かんないですけどめっちゃおしゃれや。まあまあ夏物にしては割としっかりしたあの生地で、ツヤもありますね、これはツヤますね、うん、スーパー110、はい、レダー、レダー、おー、あの感レダーね、このなんかこのイタリア独特のこの柔らかな風合い、まあね、イタリア生地の鉄板柄もあれやね、イタリア初やったら上品なんねんね。そうですね、イタリアの手にかかれば、あの鉄板ですらおしゃれ、柔らかくてなんですあの鉄板の安定のウール100ですね、うん、はい、レダーほんま人気あるよね。ありますよね、めちゃくちゃ増えてますね、うん、今、うん、はい、すごい。次はこちら、出た、 おそれもイタリア、これイタリアですね。どこ？マルゾット。マルゾットね。これ黒かな？これ黒っぽいですね。黒と紺。紺かな。ちょっと明るめの紺ですね。これは紺グレーみたいな色なんですけど。人気やね、それ。そうですね。はい、これも、なんや、ひし形みたいな。うん。ますね。独特の。鱗みたいな、ね。鱗みたいな。鱗。結構細かいですね。タイスかね。すごくあの種類ね、触りは本当にこう鱗的な、ザラでもザラザラザラっとした感じの、でもツヤあるよね、すごいありますね、でなんかね、すごく見た目に清涼感のある素材ですね、うん、夏らしいというか、そうや、このザラザラした感じがいいんや、なんかイタリアもんやのにテロッとしすぎてないというかね、針がある感じ、針がある、なんか両立した感じの、でもな、ツヤはあるな、ここからみたいな。早速売れたんですけど、これ、うん、出来上がり見たら、うん、パリッとした感じで、うんうん、何でしょうね、肌にこうまとわりつく感じがないというか、なるほどね、針のその感じ、腰としかもこうちょっとこう凹凸感のある生地なので、うん、こうちょっとこう独特っすね、独特な夏場なんかね、夏場すごく、ね、はい、ベトつきね、うん、抑えるというか、うん、なんかそんな感じは本当にします、はい、で、まあ、色もこういう夏場はちょっと明るい、明るめのね、本系はね、人気やっぱり定番で、引き続きやっぱり人気あるね、うん、ありますね、はい、間違いない一着となるかと思います。はい、飾るのいいですよ、はい、最後、いよいよ鳥を飾るのはこちらの、お、涼しい、出た、夏らしい、ビターレバルベリスカノニコ VBC やろあ、VBC、 そういう略で、最近 VBC って書いてあるよ、ね、あ、そうなんだ、略してるみたいな、へぇ、まあ、グレーと、グレー混ぜた感じですね、うん、そうですね、うん、で、無地は無地ですけど、うん、この霜降りというか色ムラ、素材感がすごく良い、なんかこう細かいシャークスキンのような、ね、ような、まあ、違うけどな、うん、シャンブレーでもなく、シャンブレーのようなような、はい、何なのかみたいなね謎のもうこれ M って書いてあるね、 M M16、 M2 プラントですね、これ M2 プラントが 16% 量入ってるんですよね、何を M2 説明せんのお客さん、 M2 プラントやと思うで、どうすんの、あの M2 プラントが 16% 入ってきてほしいんですけど、めちゃ恥ずかしいなやん、すいません、 M、はい、M っていうのはモヘアですね、あ、ヤギね、高級素材ね、オスの、はい、適宜針があるというね、アンゴラヤギの、うん、ちょっと針あるもんな、触ってみたいな、すごくありますね、うん、あ、ほんまですね、ベトつき防止、うん、モヘア、これあんまりあれちゃう、チクチクせえへんしないですね、つるっとしてますね、ますね、ウールが 84% だからか、ね、なんかすごくさらっとしつつも張りがある、気持ちよさそうですね、サラサラし、光沢あるでしょうね、これ作るとそうやろうね、モヘア独特の
多分あほますわカノニコのウールやからウール自体にも番手細い多少ねあれやからあり、うん、そしてモヘアの光沢もそうですね兼ね備えた両方の光沢で高級感抜群でしょすごいですねこう見ると、ま、そして涼しいみたいなねそうそう、うん、色もシワにもなりにくいしそうですよ、うん、ベージュ系のスーツも雑誌を載ってますね、うん、あ見ますね、まあそれあんま明るすぎるのはちょっと取り入れにくいかもしれないですけどね、うん、これぐらいのこうベージュとグレーが混ざったような色だと、うん、だいぶ使いやすいと思うんでグレージュグレージュドラクエに出てきそうですよねでドラクエグレージュって何敵いや街街グレージュの街グレージュそれルーラーに登録されへんやろ幻の街ですよね一回ずつ行かないもう面倒くさいわもうでも英語って言ってんの英記事言ってんの破格でそうそうそうなんぼ69000ゴールド69000ゴールドクラスタックスちょっと特徴のねあるものをザザッと、うん、そうですね浅見検閲のもとあとはまあ普通の無地です何すんない急に急に別にこういうのじゃなくてシンプルシンプルなやつも常時ね、ご用意しておりますので、ねはい、シンプル好きの方もね、はい、いらっしゃるので、うん、なんかねこう、うん、無地しかダメなとこもあるでしょうし、うん、あ、うん、そうですね、あんま派手なスーツ着ちゃダメで、ね、だからこれ素材で遊ぶっていうのも一つの、うん、あの楽しみ方ではないかなと思いますので、うんうんうん、ぜひちょっと店頭に見に来ていただければ嬉しいです、はい、良さがもっとね、はい、分かるかと思うんで、うん、はい、はい大丈夫ですか大丈夫です欲しいなですかはいじゃあこれじゃあ僕もこれこれねグレージュであそうグレージュグレージュの街、うん、グレージュの街で69000ゴールドで買える69000ゴールド決定決定ということではい何のはい、何かしらねは、はいはいはい、僕も無地でスーツ作ろうと思ってるんで、うん、ああそうなんですね、はい、また動画で紹介しますそうですねはい、はい、ということで、はい、今回は記事紹介無地編でした、はい、どうもご視聴ありがとうございましたありがとうございました皆さんこんにちは M2 プラントですこのチャンネルではオーダースーツに関する面白い情報やセールの情報などを面白おかしくお届けしておりますチャンネル登録といいねをここら辺に出してますんでチャンネル登録といいねをしていただければと思うんですがチャンネル登録は 100単位でスーツのプレゼントとかなんかプレゼントするっていう企画もやってますんでぜひどしどししていただければと思いますそれではまたお会いしましょうよろしくお願いします。お願いします。20点。